アウグスト・フェルナンデスはアルゼンチン・ブエノス・アイレス州、ペルガミーの出身のサッカー選手、カディス CF 所属。ポジションはミッドフィールダー。2007年のピースカップでは清水エスパルスと対戦している。オフサイドでノーゴールとなったが39分にフェルナンド・ベルスキの得点をアシストするクロスを上げた。2008年夏の遺跡市場で SS ラツヨへの遺跡が噂されていたが、 EU 市民権の問題で合意には至らなかった。2009年夏の遺跡市場では遺跡金400万ユーロで、ヘタフェ CF への遺跡が濃厚だとも報じられたが、サンテティエンヌへ、レンタル遺跡した。2012年8月9日、リーガエスパニョーラのセルタデビーごと4年契約を結んだ。セルタでは3年半在籍し、公式戦122試合に出場した。 2016年1月1日、アトレティコマドリードへ移籍した。UEFA チャンピオンズリーグ2015から16、決勝ではスターティングメンバーとして出場した。2018年1月31日、北京人はに移籍した。2020年6月23日、カディス CEF と契約した。2008年3月に発表された。 北京オリンピックに向けての仮登録選手56名の中に名を連ねたが最終的な登録メンバー18名からは外れた2011年9月にはアルゼンチン国内リーグ所属選手のみで構成されたアルゼンチン代表に初招集され9月14日のコパロカファーストレグで代表デビューを果たした2013年6月14日のグアテマラとの 新善試合で代表初得点を挙げた。2014FIFA ワールドカップのアルゼンチン代表メンバーに選出された。コパアメリカセンテナリオのアルゼンチン代表メンバーに選出された。ありがとうございます。